サザンカですけどね、白いサザンカ。これも花いっぱいついてるんですけどね、よくこれが出てるでしょうか、って枝が。これの剪定を行いますね。こっち側の木製はね、去年強剪定したんですわ。この高さに揃えて。だからあんまり出てないから、こっちはもうこのままにしといて、こっち側をきれいにしますね。こっちはね、ここらをこう切っていくんです。花の枝出てるから残してやるんですね。飛び出てるやつだけこうやって切っていって、きれいになるようにね。このプレニアまでにきれいになってるようにこう全部揃えていきますね。コーラをこんな感じでずっと切っていきますね。これできましたね。きれいになったでしょ。これで上の方も揃えてあるし、これでバッチリです。